素早く正確に連続射射撃を行います。仮に現在地から射撃しますと、伊豆半島の伊東市周辺まで射撃をすることができます。中央に進入しました火砲2門は203ミリ自走榴弾砲です。この火砲は陸上自衛隊が装備する最大の火砲です。仮に現在地から射撃しますと、小田原市周辺まで射撃をすることができます。富士山側に進入しました火砲2門は155ミリ榴弾砲 FH70 です。この火砲は通常大型車両で牽引して移動しますが、自力走行による移動が可能であり、本日は自力走行により陣地に侵入しました。仮に現在地から射撃しますと、熱海市周辺まで射撃をすることができます。これより先、特化部隊および戦車部隊が行う射撃は大変大きな音がします。射撃を行う火砲などの地域では緑旗が赤旗に変わりますので、耳の保護には十分ご注意ください。特化部隊大撃撃ラジオ、こちら本部了解、目標赤の台攻撃戦で対応開始、こちら各隊了解。特化部隊の各課隊が射撃を開始します。大変大きな音がしますのでご注意ください。
地域の制約上降車はできませんので、本日は当社容量のみをご覧いただきます。